い、こんにちは、アリーです。今日は私のママがリトアニア人で、私はそのリトアニアと日本のハーフなので、リトアニアの料理を紹介したいと思います。はい、ビリーナイっていう、まあちょっとホットケーキみたいな感じなんですけど、まあちょっと作ります。はい、まずはじゃがいも、今回は2人分よりちょっと多めに作るので、2人前は概要欄に書いておきます、分量。まずは皮をむいたじゃがいもをすります。生で、はい、2個目もすり終わって、結構リトアニアの料理はじゃがいもを生ですりおろして生地にすることする料理が多いです。で、入れます。で、私は多めに作るので、じゃがいも2個に対して牛乳が 100ml で、小麦粉も 100g です。それをもう入れちゃいます。で、混ぜて生地は完成です。今回はじゃがいもだけで作るんですけど、じゃがいもの代わりにリンゴを入れても美味しいです。子供のおやつや軽食としても食べれるし、ほんのりリンゴの甘さがあるので、甘いシロップとかジャムも塗らなくて大丈夫です。で、作るのがすごい簡単なのでおすすめですね。リンゴで作る場合もすりおろして果汁も一緒に入れて焼くだけです。本当に混ぜ終わったら、次はバターをフライパンでひいて焼きます。あとはもう焼くだけなのですごい簡単だと思うんですけど、で、バターはだいたい 10g、 もうこういう小分けになってるやつがあったら、それを使ったらすごい楽だと思います。はい、バターをね、はい、では作り終わったので、今から大ちゃんに食べさせてあげたいと思います。大ちゃんはリトアニア料理、このビリーナイを食べたことがないので、すごい反応が楽しみなんですけど、
基本的に、私はサワークリームを焼いた後にのせるんですけど、本当いろんなか、なんていうかな、家庭によってベーコンだったり甘いジャムとかだったり全然何でものせていいと思います。ホットケーキ感覚にで食べてもらったら大丈夫なので、なんですけど私はサワークリームが一番美味しいかなと思うので、サワークリームをのせて作りました。どいちゃん食べて。いただきます。はい。これもちもちやろ。うまそう。結構ジャガイモリトアニア料理多く使うから、めっちゃいい匂い。いただきます。はい。美味しい？うん。もっとサワークリーム多い方がいいかも。あ、マジ？うん。つけたそうは。パリもちもち。そうやろ？うん。へえ、うまっ。はい。はい、リトアニア料理皆さんいかがでしたか？じゃがいもと小麦粉と、まあ、牛乳だけなのですごい簡単に作れると思います。で、まあ、例えばその晩ご飯の一品とかにしてもらってもいいし、もう多めに作って次の日の朝ごはんとしてでも使えるので、よかったらお家でスーパーで簡単に買える食材ばかりなので、よかったら皆さん作ってみてください。バイ。Thank you.